どうも、流れです、今、星のドラゴンクエストというスマホのアプリをやっているんですけれども、こちらですね、今限定で福引きをやってまして、福引きっていうのはね、あの10ガチャですね、これドラゴンクエストのガチャなんですけど、こちらの、10連宝箱福引きを今回やってみたいと思います。僕が狙ってるのは星5の王者の剣とかロト装備、今ね限定で復活してるロト装備をぜひ獲得したいなと。先ほど10連回したんですけど星5が一つも出なかったという結果だったので、今回こそ引いてみたいと、思います。それではまずこの10連宝箱福引きというボタンをタップしてみます。来ましたよ。これを押すと始まるのでちょっとドキドキなんですけれども、やってみたいと思います。宝箱福引きを引く、ちっと頼みはマジで、さっき1個も出んかったけんね。ダッチバン。まあもう見た目的に星さんですよねこれね、投資の兜。はい、魔法使いの服、やばい流れだぞこれ。また来て投資の鎧、当たる気がしません。星さんバトルフォーク、これ大丈夫かな。お、星4か、ギガレア、いや違うんですよ、星5は欲しいんです僕は。星さんだホワイトバックラー、これやばいですね、さっきより引いてないですよ。星4、鋼の斧、いらんのじゃ、星5しかいらんのじゃわしは。プラチナシールド盾ばっかりやんけお前、星よ。あ、もうどう考えても星さん、盗賊のターバン、やばいですよ、そろそろやばいですよ。星さん仮面の奥義、どうでもいい。あ、終わった。あ、やばい、本当に終わった、何にもいけなかった。あれ、お疲れした。まさかの一つも、何か一つぐらい当たるだろうっていう、ちょっと実は思ってたんですけど、やばいマジでショックだこれ。結構ね、6000ジェム貯めるの大変なんですよ。毎日ログインして進めていろいろクリアしたんですけど、また頑張ります。お疲れ様でした。はい、じゃあこっち止めます。絶対もんだね。